完璧なシチュエーションだった。え、トンネル？どこ走ってんだこれ。さてでございます。拳銃を持った男、人質、ずっと待ってた瞬間が目の前に来たんだよ。結局何もできなかったな。一度死んだんだよ。同じクソみたいな人生はごめんなんだよ。世の中をこういうダメにしちゃってるバカども、こいつらに一番足んないものは何だと思う？想像力が足んねえんだよ。それそれそれ、想像力があれば俺も世の中ももうちょっとマシになってるはずだと思うんだ。じっとデスクにかじりついてたって世の中1ミリも動かないぞ。マーリスさん、今度こそ助けてもらえるんですよね。全部一瞬で消しちゃう方法って知ってる？ワクワクしたろ。やばいタイプだな。誰も傷つかないなんてあるわけないだろう。一緒に行こう。お前死ねよ。誰一人助けらんなかった。できるよ、俺とお前なら。